皆さんこんにちは。今日はだるまさんのお話をします。皆さんだるまさんを知っていますか？だるまさんのモデルとなったのは禅宗の始祖であります、だるま大師という僧侶です。驚くことにだるまさんのモデルはインド人だったようですね。だるま大師がインドから中国に渡り禅宗の教えを伝えたようです。だるまの色が赤い理由はだるま大師の服が赤かったからと言われております。魔除けの意味を込めて赤色になったという説もありますよ。とっても面白いですね。もう一つ大切なこと、縁起物といえばやっぱりだるまさんです。子供のおもちゃにも使われていたりします。またこちらのだるまさん見てください。目がありませんね。実は理由があるんです。それは私たちが描くためにまだ色がついていないんですよ。まず願い事をしながら左に黒目を描き入れます。もしも願いが叶ったら右に黒目を描き入れます。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。